いや、皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？今日は珍しい場所に、 あっちが入り口なんだけどね、まだ新事務所をどこで撮るとか固定してないんで、それがむしろ楽しいですね。2階にまだ2部屋あるんだけど使ってない。不思議なもんですね、スペースの余り方って。前のスタジオと比べると全然狭いんだけど、ここ前のスタジオよりも撮影スペースがちょっと狭いんでね、全体的にも。ただ延べ床面積って言ったらいいの、2階の分も含めるとまだ全然広いんだよね。こっちが倍まではいかないんだけど、トータルで倍近いんだよね。まあ間取りマジックみたいなもんだよね。今日はこれ、ノートパソコン今オンにしてないんだけど、ノートパソコンの、ここに外部モニターでつないでるやつに、今ね、そっちの SO2X からの出力をつないでおりまして、ちなみにこのお茶は、お友達が置いていったやつを勝手に飲んでいます。うちの冷蔵庫に置いていったやつは勝手に飲まれます。コーヒーは飲まれないね、俺が飲まないからね。そんな感じなんですけど、飲み物非常に潤沢ですね。今日まだカメラ系の雑談なんだけどさ、あれですわ、α6700 用に 35mm f1.8 なんだかんだで買ってしまいまして、欲しいレンズじゃないんだけど、いい写りというか、よく写るなと思いつつ、ソニー APS-C ね、 APS-C センサーを使っているのとか、まあ、そもそもその前にニコンを使っていたり、オリンパスを使っていたりとかするっていうのはね、要は僕の長いカメラ遍歴の中でいうと、最初キャノン、ソニー、まあ、富士に行ったり、またキャノン使ったりしつつ、なんだかんだで結局ニコンにたどり着いて、ニコン結構長いですね、ニコン何年か使ってて、で同時並行でオリンパスも使っていたんだけど、まあ最近のソニーどうなんだろうって言って、 α6700 を買ってみて、前回の動画ですね、ボディ側味付け濃い、あ、そうだ、同時並行でルミックス S5 2X も使っていますっていう感じで、で S5 2X も両方そうなんだけど、濃いのね、現代って濃いのね。で Z8 もなんだかんだ濃いし、 Z67 も、 Z6 がね、こうサイバーな感じがしたんだけど、まあ結構味、もともとニコンが記録系、ナチュラル系と言いながら結構なんだかんだ濃いんでね、ピント大丈夫っていうのもありね、まあそのまあ前回も言いましたけど、 EOS5D 初代とかニコン DF みたいな素直なのがを求めているんだけど、もう多分そういう時代は来ないね、おそらくね。中国メーカーとかがミラーレスを作ったらあり得るのかもしれないんだけど、まあないんじゃない、国産メーカーもないんだと思う。前回のお話でね、その、まあ、私の勝手な予測でしかないんだけど、そのレンズ側を味をなくして、でボディ側で味をつけましょうみたいな風に、その味付けのバランスが変わったっていう、俺の推測ねっていう風に、まあ多分そうだと思うの本当にっていう風になってて、だからレンズをレンズ単体で見てみると、ビデオカメラみたいなレンズがすごく多いっていうのはそういうことで、とにかく破綻がなくて、レンズってね、その今日の後の話につながるんだけど、要はカールツァイスのレンズがすごく好きでずっと使っていたんですよ。最初キャノンのカメラから入って、でキャノンのカメラを使いつつ、フリッカーっていう、ヤフーに買われて、今もヤフーなのかなっていうサイトがある、写真 SNS っていう、まあ、元祖みたいなサイトがあるんですよ。そこに行っていい感じの写りってどんなんだろうって見ていくと、でフェイバリットっていいねボタンをつけていて、自分がフェイバリットをつけた写真を後でまとめて見られるんですよ。見ると四角いフォーマットで撮られたのばっかりで、これはどうもハッセルブラッドっていうやつで、レンズがプラナーって 80mmF2.8 っていうんで撮ったらしいっていうのが分かって、あ、カールツァイスって言うんですかっていうので、カールツァイスってブランド名を知って、で、まあ、カールツァイスね、いろいろ歴史がありますから、でカールツァイスの純正のレンズ、カールツァイスのレンズを純正とか純正の状態で使えるのがソニーのボディであり、まあ、キャノンもニコンもコシナっていう長野の会社があるんですけど、前見学でお世話になりました、コシナっていう会社があって、そこが EF と F マウント用にそれぞれ、まあ、純純正みたいな形でマニュアルフォーカスのレンズを作っていたんですね。今はもう多分製造はやめてると思うんだけど、っていうライセンス契約がどうなってるかわからないですけどね。最近フォクトレンダーばっかり、フォクトレンダーノクトンばっかり作ってるんであれですけど、何はともあれですよ、使えるのって、まあキャノンで EF でレンズ何本か買ってみたんだけど、どうもソニーはもともとコンデジなんかもね、カールツァイス名で、パナソニックルミックスがライカであるように、ソニーはツァイスでずっとやってるから、じゃあっていうのもあり、ソニーに手を出してみた。俺どっちが順序先だったかな、まあソニーといえばカールツァイス、カールツァイスといえばソニーでしたね。だから純正状態で使えるので、
で、α7 っていう初代のフルサイズミラーレスが発売されたのもあり、ソニーに手を出してみて非常に楽しくて、カールツアイスらしい、まあ、ちょっと冷たい側ではあるんだけどね、ソニーのボディだから、ではあったんだけど、例えばだけど SEL55mmF2.8 とか非常に、F1.8 とか、SEL55F18Z だね、ゾナーの 55mm とか、あれはいいレンズだよ本当にと思って、その頃の記憶があった。で、結局でもソニーはその後ツアイスブランドをコンデジなんか以外ではもう使うのやめちゃって、ライセンス契約変わったんだよね、何か切れて、ソニーブランドでカールツアイスのフルサイズ用とかのミラーレス用とかのレンズを作るのもやめましょうってことになったんでしょう、おそらく。でもプラナ 85mm も出ずに、ディスタゴン 35mm とプラナ 50mm かな、 E マウントで出たのやつは、出たのやつは。であとはあれだね、あの社外品で、バティスじゃなく、バティスもあったけど、バティスか、バティスの 40mm25mm、あと 135mm と 85mm もあったっけっていうのが出て、その辺でまあ一応純正、純純正扱いだよねっていうのもありってね、一通り焦点距離的にはまあまあ伝説の 25mm から 135mm までは揃ったんだけど、俺的にね、あんまり好きなライン、カールツアイスのヤシコンが結局一番好きだから、ヤシコンみたいな写りでオートフォーカスで使えたらいいなっていう感じだったんだけど、それはね、うまいこと達成されない、ああでそうなっちゃうのか、達成されないのかっていうのがあり、まあいいやと思って、でボディもなかなか手で扱いづらいボディがずっと続いていたんで、α9 まで買ったんだけど、その後まあちょっとニコンに行ってみようってんでニコンに手を出して、で今なんだかんだでね、仕事の道具としてニコン気に入ってるんでニコン使ってますね。で今後も多分それ変わんないです。ただカールツアイスのレンズを、まあ、さっき言った SEL55mmF1.8 をα6700 で使ってみたんだけど、全然良くなくて、なんでこんなに良くないんだろうと思ったのが前回の動画ですよ。で前回の動画のあと、まあ、昨日なんだけど、 α9 でカールツアイスのレンズあれこれ使っていたのをハードディスクから掘り起こしてみたら、めちゃくちゃ良くて、やっぱね、その α9 かなんか分かんないんだけど、多分その辺がもう素直だった、ソニーさんの、まあ、フルサイズのねのミラーレス一眼が多分そこが最後で、僕らするとカールツアイスに合う色味付けになってるやつ、レンズの個性を出すようなボディ側で、ボディ側で角のなんていうかな、モリモリをしないやつ、丼のご飯がこうチキンライスとかになってないやつね、ケチャップ味がついてないやつっていうのが α9 ぐらいが多分最後で、α7-3 ぐらいの世代からもうモリモリなんですよ、こってりこってりなんですよ、かなりソース味になってるので、それがあるんで、もうカールツアイス味っていうのが出ない。で GM を出してきたのがその頃だってね、前回も話しました、 GM を出してきたのがその頃で、最初使った GM はめちゃくちゃよく映るんだけど、これやっぱビデオカメラみたいなレンズで、これ何が面白いんだろうと思ったの。だから風景写真を撮ったりする人にはいいと思うんだけど、スナップ的な領域ですよ、中距離でまあぼかしつつ、その立体感とか色味とかでその空気感を伝えたいなみたいなのが、簡単に言うとね、僕はスナップでカールツアイスを使っていた時に一番なんていうか、こうニコンとかを使ったから言語化できるようになった部分はこれあるんですよ。だから α9 にそのゾナ 55mm をつけていた写真、時の写真を引っ張り出してきたおかげで、あ、例えば Z8 と 50mmF1.8 とは違う世界だなっていうのがよくわかるし、最初ニコンに乗り換えたアダコードで D800 に F マウント の, あの 50mmF1.8 はあれは素晴らしい、あれはあれであの組み合わせまだ欲しいんだけど、そのなんていうのかな、やっぱりちょっと奥側によどみがあったりとか、弱点ではあるんだけどね、ピント面のちょい向こうちょい手前が荒れやすいんだけど、その代わり独特の立体感があってみたいな、ダブルガウス型独特の感じですよ。それがやっぱりカールツアイスにしてもあって、それがやっぱりそのおじさんの目だからそれが素晴らしく見えちゃう部分も多分あるんだろうなと思いつつ、そういうのってでもね、グレーディングでどうこうなるもんじゃないんだよね。だから最近思ったのは、そのボディ側の味付けが濃いやつって動画の発想でそのグレーディングするノリで作ってるっぽいんだよね。だからロー現像も風景の人たちもあのお布団効果とかいろいろやるじゃないですか。だから素通しみたいな、こうかけうどんみたいな
シャッとバサッとドーンと出したそのままツルツルっと食うようなイメージじゃなくて、結構こうフランス料理的なこってりバターも入れちゃうよ、こってりやるよみたいな、そういう素材の味を生かしてみたいな感じではなくて、ローゲンゾーでもコレクション型 CORR の方ね、コレクションその正す方のローゲンゾーではなくて、持っていく側のローゲンゾーって考えるとボディ側がもったりしているのって結構ちょうどいいというか使いやすいんだよね。だからそれもあるので、画面が消えた、それも中継していたモニターが消えたんでした。それもあるのでね、やっぱりこうなんだろう、ボディ側は素直な方がいいなっていうか、カールツアイスのレンズを生かしたいんであれば、簡単に言うとある程度古いボディ、特に α9 とかの方がどうもいいらしいなというところまで分かってきた。非常に楽しいですね。中古で今20万切るぐらいなんでね、まあ今すぐいきなりは買わないんだけどね。ただそのカールツアイスやっぱすげえなーって思う、いい面としてはやっぱりレンズの写りがいいっていうのは、なんて言うんだろう、ある意味布教したいような気持ちもないし、カールツアイスいいよっていうね。でそのまあもうすでにカールツアイスのスチル用レンズってもう全部が製造停止で、下手すると修理もだんだん怪しくなってくるタイミングだよね。だからツイートあるじゃん、ツイート 32mmF1.8 ってもう中古玉数もほとんどないし、修理って四ツ谷ツアイスに持ってってやってもらえますみたいな感じでしょ。部品保有5年だっけ、もう怪しいよねってなってきてるのもあり、もうそんなんかこう死んだ技術みたいになっていってるよね。それもあるし、コシナツアイスは多分ね、マニュアルフォーカスなのもあり、修理ある程度やってくれると思うんですけども、コシナツアイスの EF マウントのレンズ、 EF 用のやつねを、α9 でソニーのボディで使うとボディが負けちゃうんですよ。でそれがしんどくてやめた部分もあるのね。 EOS R ぐらいは最低ボディサイズがないときついっていうのもあり、あなるほどそうですか、だからヤシコンで使うのにちょうどいいんだよね、 α9 とかってっていうのもあったんで、ちょっとちぐはぐさを感じていたところはあったりとかするんで、まあ使えるレンズは限定されるんだけど、最近は D800 に F マウントの 50mmF1.8 でいいやって思うぐらいだし、α6700 に 35mmF1.8 でいいや、これもうこれで撮れないものいいやって思うぐらいだし、なんか α9 にゾナー 55mm だけでまあいいやって、あとはまあなんとでもなるでしょうみたいないうふうにも楽しめそうな感じもするんで、なんかね、今日は今日の本来の目的は皆さんにこの後、α9 とカールツアイスのレンズで撮った、まあ、カールツアイスブランドのね、でソニーで作ってるんでしょっていうレンズで撮ったやつで、やっぱ独特だねっていうのを改めて皆さんに見ていただきたいなっていうのが今日の目的です。それと比べるとね、 Z8 で Z50mmF1.8 とかね、とにかく弱点がなくてすごいんですよ。すごいんだけど、なんかこうレンズ道楽じゃないんだよ、やっぱりあれは。そのさっき言ったさ、グレーディングとコレクションの違いみたいなもんで、そういう違い、やっぱその現代レンズ現代ボディっていうのは写真遊びの中身が変わってきて、レンズ道楽の度合いが下がってるって言ったらいいのかな。だから自分の望む色味を作って他の人と共有しようみたいな方向に、やっぱ SNS ベースになってるよね。まあ共有するっていうのは昔から当然といえば当然なんだろうけど、もっと昔のものになるほどもっとインタラクティブさが低いって言ったらいいの、変な日本語なんだけど、日本語でもないんだけど、その要はそのアーティストさんがいて、まあ趣味人でもいいですよ、作る人がいて、もうずっとこうなんていうの、外界とシャットアウトしたような状態でずっと作って、ポルナレフのジェスチャーずっと作って、その視野狭窄でいいんですよ、で作ってこれだっていうのを作り続けて、それをよその人がこれいいですねみたいな感じになる関係性だったのが、最近はもうほらインタラクティブで SNS があるから、もう作ってる制作途中からどうですかどうですか、いいですねいいですねみたいな、そういう関係になってるじゃない。だから写真のあり方自体が変わってるんで、どっちがいいかっていうとね、それもお好みですよ。ただ俺的にはカールツアイスがあまりに今見てもやっぱめちゃくちゃいいんで、特にやっぱゾナー 55mm 傑作で、プラナもいいけどね、プラナってE マウントの方じゃなくてヤシコンの方で、俺のイメージはっていうのがあるのでね、またちょっとそのうち
気を向いたらシステムを E マウント振る。てか α9 を単体で一本釣りで買うのはありかな。一瞬思ったのは S52X 動画で使ってるのを、要はあの L マウントごっそり全部売り飛ばして、まあそれでね、あのレンズと α9 のボディが中古で安い、まあ中古しかないよね多分今と、まあその旅で遊び撮りで使うのに必要そうな抑えのレンズみたいなちょこちょこっと買ってっていうのもいいかなと思ったんだけど、 L マウント今日もね、あの S52X 動画撮りで使ってるんだけど、あまりにも便利であまりにももう楽ちんなので、まあこれはこれでこのまま行きたいですね。他に何か売るボディあったっけ。 Z8 はね仕事用でそのまま使いたい、あれはあれでね非常にいいんですわ。バランスがいいのでとても気に入ってるので、欲張りだねっていう感じでおりますんで、そのうちまたソニーフルサイズ買うと思います。 α9 よりも後の世代が、初代 α7 でもいいんだけどね。いや α9 はやっぱいいボディだったよ。色味とかトーンとかね、使い心地全部含めて、シャッターボタンが奥に逃げていくぐらい問題がねっていう感じでございますんで、見てください。またね。